は福井県福井市二宮に所在していたショッピングセンター。地元の専門店による地元商業組合法人の共同組合福井ショッピングプラザとイオン株式会社が共同で運営を行っていた。なお、長野県下稲那郡阿む村に所在する同盟の商業施設とは資本、人材ともに無関係である。1977年11月23日。 開店同年2月設立の意図は、んじゃすこによる第1号店舗として開店した専門店による組合と各テナントが同居した日本初のショッピングセンターである。3階建ての建物に約4万2000平方メートルの敷地面積を持ち約60店舗が入居。ジャスコは店舗北側の重積を取り扱うエリアを担当し、食品は有数運営の ピアフードマートが店舗南東側に入居する形となっていた。このように特殊な形態を取った理由としては、当時流星を極めていた大英の県内進出を阻む動きとも関係していたが、結果的に大英の直営店舗が県下に開業することはなかった。なお、この運営方法は福井方式と呼ばれるなど、全国的にも注目を浴び、現在多数ある。 商業施設の中にもこの方式に沿った形態のものが多い。周辺に大型店舗が少なかった関係で、証券は石川県などの広域にまで及び、ピーク時の1992年には売上高が150億円を記録したが、1990年代後半以降は、近隣のみでも安崎やフェアモール福井が相次いで開店。 次第に来店者数が減少していったことから、リニューアルオープンを取り行うという名目で2003年5月12日に、一旦閉店する。しかし、同年7月28日に運営する、福井ショッピングプラザが、福井地方裁判所へ、自己破産を申請したことによって、リニューアルの予定は、全面的に白紙となった。なお、閉店前後には、 イオンとの土地売却交渉を行っていると報じられていたものの交渉が難航していた上実際には福井ショッピングプラザ独自での改装は閉店前の段階で断念しておりその後の先行きは不透明であったまた建設費の返済に充てる目的で入居する組合委員から徴収した建設協力金の返還訴訟も行われているその後は 県内の12の商業者による北部商業開発事業共同組合が設立され、イオンと共同での再建を目指すも実現されることはなかった。解体時の様子一時期、東側駐車場が軽福バスの駐車場として利用されたことがあった。その他、施設の西側にマンションが建設され、2008年4月には東側駐車場の一部に自動車販売店、 ホンダカーズ、福井南にの9店がオープンした。2004年12月22日には、土地全体の約6割を、コパを運営する、福井モールが12億3600万円で落札、所有したが、建物の解体について、先行きが未定だったことで、2007年4月には、運営していたイオンと福井ショッピングプラザに対し、 建物の解体と土地の分け渡しを求める訴えを起こす。2008年12月24日に福井地方裁判所はイオンリテールの責任による建物の解体を前提とした和解勧告を出し2009年4月24日に和解が成立した。福井モールは建物解体後の跡地に中規模のショッピングセンター。 2の、宮マーケットプレイスの開店を検討していたが、上記の明け渡しに関する問題から計画は頓挫し、2010年6月10日には、同社所有分の土地を、県内の不動産会社へ売却。同日にドラッグストアチェーン元気キーが、土地の賃貸借契約締結を発表し、2011年5月26日に、店舗をオープンさせた。これ以降、イオンは、 福井県への出店を行っていなかったが、2021年7月にマックスバリュー9等流店を出店して18年ぶりに進出した。12月までに5店舗を出店したが、いずれも他の業態に併設されている。南東側吹き抜けの様子、ありがとうございます。